皆さんこんにちは。はい、今日からですね、また、毎月号令になっている、1週間コーディネートっていうのをやっていこうと思います。リアルな感じでコーディネート紹介と、あとはちょっとした、その日あった様子などとかもお届けしようかなと思っているんですけども、今週は結構こういろいろ予定が詰まっていて、今日はちょっとゆっくりしてたんだけど、明日からとか結構東京にお仕事で行ったりとかする予定もあるので、またいつもと違った感じがお届けできるんじゃないかなと思っています。で、そんな今日1日目なんですが、今日はですね、お仕事がそうやってあるっていうことなので、いろいろメンテナンスをしに行ってきていて、ここ最近ね。で、今日はネイルに行ってきました。こんな感じです。はい、ニューネイル。また私のインスタとかにも上がってると思うので、お写真はそっちをよかったら見てください。ネイルが終わってお家に帰ってから、今もうね夕方なんだけど、夫とちょっと交流をして、少しゆっくり過ごそうかっていうことで公園に来ています。なので今ねちょっとここにテンテンがワンちゃん用のベビーカーにいるのと、向かい側に夫がねいる状態なんですけども、少しねこの涼しい夕方の時間を楽しもうかなってことで来ました。なのでちょっとここで黄昏て、この後スーパーに行ってちょっとお買い物してからお家に帰ろうかなっていう感じですね。で、そんな今日のコーディネートなんですけど、今日のコーディネートは、ちょっと黒のお洋服がベースになっているコーディネートになっていて、この大きめなニットですね、ニットベストがトゥデイフルでセールで購入しました。で、それと履いているスカートがユニクロと豆コラボのリブのスカートを履いていて、中も GU のカップ付きのキャミソールを着てますね。で、足元はマルジェラの旅を履きまして、バッグはレウリーの黒のもの、アクセサリーはシルバーにしています。そんな感じの、ちょっとなんだろう、あんまり公園って感じのファッションではないんだけど、大人っぽいコーディネートでまとめた日でした。はあ、生き返るね、やっぱりカフェラテは。でね、今夕方なんだけど、ちょっと小腹が空いたねっていう話をしたので、夜ご飯前なんですが、ちょっと簡単な軽食を買っちゃいました。なのでそれを食べます。なんでそんなニヤニヤしてんの食べたいって言ったやん。ちょっとこんな感じ。いただきます。ピントがずれた。ちなみに今日使ってるリップはディオールのルージュディオールフォーエバーリキッド200番です。色はもう落ちてないやん、これ。そう、いい感じなんですよ。だからよく最近使ってて、他の色も欲しいなと思います。はい、皆さんおはようございます。はい、今日は1週間コーデ2日目の日なんですが、昨日話してたように、今日はお仕事でですね、東京に行く日です。久しぶりなんですが、何のお仕事かって言いますと、レウリーですね、冬物オリジナルの撮影があるので、それでちょっと行ってこようと思っているっていう、そんな感じなんですけども、なので今日はもうこれから準備も全部終わってる状態なんで、空港に向かいます。で、天気がなんか今日ね、ちょっと怪しいんだよね、福岡で。東京もね、天気が悪い日がちょっと続くみたいで、行ってる時がね。だからもしかしたら肌寒い日も続くのかなっていう体で、ちょっと洋服とかコーディネートもいろいろちょっと考えて持って行っております。また明日明後日それ楽しみに見ていただけたらなと思うんですが、とりあえず今から、空港に向かいたいと思います。Sorry, I was bitter. I'm sorry. I-
はい、でそんな今日のコーディネートはですね、まあ、さっきも言ったように、ちょっと雨が降りそうだなっていうのと、あとは機内でちょっと肌寒いかなっていうのとかもあったので、普段だったらもう絶対ノースリーブなんだけど、このノースリーブの上からシャツを羽織ったちょっと楽ちんな、コーディネートにしてみています。で中に着てるのがこの白磁のカップ付きのダークグリーンのタンクトップ着て、その上から着てるのが最近オニューでゲットしたビューティー&ユナイテッドアローズで買った、ちょっとねレザーに見えるんだけどレザーじゃないね、このブラウンのシャツを合わせてます。でパンツはスティーブアローンの白のパンツで、少し重たくなりすぎないようにまとめました。足元は楽ちんウーホスです。で今日は移動日っていうことだったので、バッグはもうこのトートバッグに基本的にはまとめて、一応こう取り出しやすいようにジェルサンダーのショルダーのバッグに必要なものだけをまとめてる、そんな感じです。アクセサリーも全部ゴールドでまとめてます。でちなみに今日のリップはこんな感じのちょっとテラコッタっぽいカラーなんですけど、ヨウっていうとこのブランドのものです。めっちゃ顔がいいので最近気に入って使っております。はい、というわけでホテルに着きました。でも今日は特に何もする予定はないんですが、早めにいろいろお風呂とかも済ませてゆっくりして明日に備えようかなって感じの、本当に今日はね移動な一日でした。はい、ではそんな感じで、2日目のコーディネート、そして Vlog はこんな感じでした。ではバイバイ。はい、おはようございます。今日はですね、東京2日目ということで、昨日も言っていたようにレウリーの冬のオリジナルの撮影日です。もう完全に今日は撮影っていう感じのね一日になってくるかなって思うんですが、1週間コーデでは3日目ですねの、コーディネートも紹介しつつ、その撮影のね様子とかもちょっとお伝えしながら、動画に回していこうかなと思っているんですが、本日はですね昨日も言っていた通りあいにくの雨です。もう本当に雨女発揮しまくりで伝わるかな、これじゃ伝わんないかな。でもめっちゃねさーっと雨が降ってるんですよ。いやもうだからとりあえず今からスタジオに向かうんですけど、荷物も結構たくさんあって雨もひどいので、今日はちょっとタクシーを呼んでスタジオに向かいたいと思います。はい、ではちょっと急いで今からスタジオに向かいます。コーディネートもまた紹介します。はい、でそんな今日のね撮影の日のコーディネートはですね、こんな感じでちょっと大人っぽい感じにはまとめているんですが、まあ基本的にはもうお着替えをするっていう感じになるので、楽ちんな着替えやすい、ワンピース1枚にしました。であとは、こうやってね今回移動をするので、福岡から東京までスーツケースにお洋服を入れるのでシワになりにくいタイプのワンピースを選んでます。でも1枚でさらっとおしゃれになる、そんなこのねエウリーのワンピースを着て、で足元はジルサンダーの靴にしました。でアクセサリーはシルバーのアクセサリーをつけてます。でリップはですねちょっとこうまっとめなパキッと深みのある赤のリップをつけました。あとはちょっと今日はこのワンピース1枚で過ごそうかなと思ってたんだけど、肌寒かったのでシャツをねちょっと羽織った、そんな撮影の日のコーディネートです。はい、というわけで撮影が終わって今日はねもうホテルに戻ってきました。でこれからなんですけど、これからはちょっと夜ご飯を食べて
終わるっていう、そんな一日になりそうです。で、撮影の様子だったりだとか、まあ、あとはなんだろう、まあ、いろんな様子とかおしゃべりとかしてるところとかは多分 Vlog をね、撮影の、様子をアップすると思うので、またそっちをね見てほしいんですけども、今日は、本当にあっという間な感じ、そんな一日でした。で、まあ、洋服もね途中説明したと思うんですけど、まあ本当に今日は楽ちんな、ワンピースで着替えやすいものを選んだっていう感じでしたね。はい、そんなわけで3日目は、こんな感じでした。また最終日ですね、明日帰るので、その時また回したいと思います。では、はい、というわけで今日は、4日目か、今日は4日目の、1週間コーデのねご紹介になっていくんですけども、本日はですね、多分東京 Vlog 撮ってるかなと思うんですが、まあ、東京散策最終日のね様子をお届けしながらコーディネートもご紹介しようと思います。今日はね天気も割と良くって、で気候もそんなに暑すぎないからめちゃくちゃ良かったです。今はちょっとカフェに行ってきたんだけど、これからいろいろ買い物しようかなと思います。というわけで今日のコーディネートなんですけども、今日はですね、まあ、東京3日目っていうことで荷物をやっぱなるべく少なくしたかったので、まあ生地がちょっと薄めで、あとは畳んでもシワにならないタイプのものを持ってきたんですけど、上は ZOZO タウンでね購入したこの編みすりのニットの、タンクトップを着て、スカートはこの柄のスカートを合わせました。まあ、楽ちん涼しい、そして、まあ、荷物にねかさばらないっていうところをポイントにしたアイテムになっています。であとは、まあ、ちょっと柄が強めだったので黒のバッグだったりとか靴でまとめました。はい、で、まあ、ちょっともしかしたら肌寒いかなと思ったので、一応ねユニクロのこのシアーのカーディガンを持ってきて、まあ、帰りね飛行機とか寒いかもしれないので着ようかなと思ってます。はい、でちなみにリップはスックのリップを使いました。はい、というわけでいろいろ、お買い物をして満足なので、そろそろ時間なので今日は空港に戻って空港に行って福岡に帰ろうと思います。久しぶりので楽しかったね。で、まあ4日目なので、また5日目、明日のね帰ってきてからのまた様子のところまでお見せしようかなと思うので、また明日、バイバイ。はい、おはようございます。今日は5日目ですね。昨日東京から帰ってきた、感じなんですけども、本日はですね、まあ、打ち合わせデーということでお仕事があるので、2件ですね打ち合わせがあるので、今から行ってこようかなっていう感じです。はい、なので今日は全体的にコーディネートはちょっとこうきちっとした的を待ってるようなコーディネートを選びました。メイクも少しちょっと大人っぽい雰囲気でしてます。アイシャドウがディクション、リップが、スックのバイブランドリッチの09番をつけてます。今日しかもなんかお肌の調子がめっちゃいいんですよねなんかすごいいい感じにベースが仕上がりました。はい、というわけで、今からお仕事行ってこようと思います。Yeah, it's hard to escape late night. Close eyes like I'm looking at your face. On my nose, yeah, but can you please just let me pray? はい、というわけで、ただいま打ち合わせが終わって、ちょっとね、近くのカフェに来ました。暑かったからレモネード飲んでます。なんかね、今日ちょっと天気が午後から雨って言ってて、なんだろう、こう気候的には過ごしやすいんだけど少し蒸し暑かったんですよね。だからなんか少しすっきりしたものが飲みたかったのでレモネードを注文しました。めっちゃ黙って飲んじゃった。で、そんな今日のコーディネートなんですが、まあ打ち合わせということなのでちょっとこうカチッとしたコーディネートを選びました。全体的には今回もね黒まとめなんですが、羽織っているこちらの半袖のジャケットがもう2年前とかになるかな、ザラで購入したジャケットで、中に着ている黒のトップスがユニクロのリブのタンクトップです。パンツはレウリーのこのグレーの
スラックスを合わせて、バッグがレウリーのこのモノグラムのボストンバッグを持ちました。すごいぴったりハマってます。で、足元はマルジェラの旅ですね。そんな感じのちょっと今日はシックなまとまった洋服で、コーディネートを組んでみました。だいたい普段は、まあ、こういう感じで打ち合わせではちょっとこう黒とかカチッとした感じでまとめるか、まあ、白を使ったコーディネート、黒、まあ、ベーシックなカラーを使うことが多いかなっていう感じです。で、ちなみにリップは朝も紹介したんですが、スックの、09番のリップを使っております。で、まあ、今日は打ち合わせ2件あったんですけど、まずちょっとね、まあ、これいろんな動画でちょこちょこ話してるんだけど、とあることを今とあるね、企業さんと比較しているので、まずはその打ち合わせに行ってきました。もう本当に今月中には、発表できますので、またこの動画のすぐとかかなに動画、あとインスタグラムで発表します。で、あともう一個は、まあ、いろいろね、お仕事のことですね、打ち合わせに行ってきたっていう、そんな内容だったんですけども、いや本当にね、ちょっとこれからは、本当皆さんにお披露目したいこと、発表したいことが山ほどあるので、ぜひぜひ楽しみにしていてくださいって言ったところで、カラスがカーカー言い始めました。こういうね、大事な時に大事なことを話すタイミングに、私は大体いつもこういうパターンが多いんですが、いやでも良かったな、今日なんか結構雨も意外とまだ降ってなかったので、そんな感じで、もうちょっとここで涼んでから今日はお家に帰ろうかなと思います。はい、というわけで今回はですね、まあ、このとある5日間っていう形で、コーディネートと Vlog のねご紹介をさせていただきました。まあ、今回は結構、まあ、東京に行ったりだとか、なんだろう、お仕事がメインの日がすごい多かったかなって感じだったんですけど、またこういう形で動画回そうかなと思っています。はい、というわけで最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた、バイバーイ。Since I met you for the first time